助かったよ。あの砦には近づかない方がいい。境砦のことか。ああ、今や猛虎の巣さ。あいつら堀を狂わせてる。叫び声で眠れやしなかった。もう安全だ。どこかへ逃げろ。死ぬかと思った。It's a bad plan. Hey, O samurai, purge the dosha.島に送った石膏すべて切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。
くだれ。命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の長に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。たちはどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ、あいつら。さて行くぞ。こっち。幾年も過ぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと？父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、酒井家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。
お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば酒井の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が汚されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを。父上、してやられた。全て賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上。ジン、後ろ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか。大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。
サリとで気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる？一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。穂高を退けよう。侍が賊を助けるって？穂高を倒すためだ。名を言え。ジン、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川のジン殿。答えもせずに立つのか？生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大高族から息を守らねば。とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。どこへ行こうとも、その魂は囚われたままだ。己はいずれ狂い、死ぬ定めだ。全て幻、惑わされるな。
百姓、まるで下人だ。何をしたというんだ。同じもの操れるだろうか。見つかった。おい、ふざけ。どうしよう。
まるで飢えた獣だな。あの太刀、侍どもが持ってたもんに似てるぞ。俺たちが追い払った侍どもか。おい、あんた見た顔だな。少しでいいか。いや、人違いだろう。ここから猛虎を追っ払っただろう。ついでに境取り手に行って仲間を助けてくれ。あいつに銭貸してんだ。なるほど。借銭はともかく、お主の仲間や砦を猛虎に引き渡すわけにはいかん。なんとかしよう。集落からは離れない。猛虎のことは他の連中に任せる。なんだその顔は、亡霊でも見たのかよ。昨夜
海がぼんやりと青く光ってたんだ。まるでオニビが泳いでるようだ。前のことだからネズミの小便を先にしたんだ。姿だけは人並みだ。サバだった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。坂井殿は幾人をお切りなされた？覚えておらん。敵ではなかった。党は超えておりましたぞ。いや、私らも功を残したいものですな。こたびの戦は海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は
あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは、お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。母上は今日の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうにしておった。いろいろなことを教わったが、じきに剣の稽古が始まった。母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。
待たせてしまったな。ああ、首が痛え。はあ、助けてくれたんだな。危うく毒を飲まされるところだった。さあ、早く逃げよう。息のクロードだとさ、本物のクロード様だったら100人力だ。
何の用だ。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ。その噂まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。俺がその噂のクロードだ。ああそうかい。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木田触れがあった場所、その北東にあの大方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。誰がクロードを偽っておる。尋常に勝負。スガルザクサバケモ、手抜け。クロードの野営だな。まだぬくい。飲み干しておる。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれは息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際がなんと。
どこへ逃げる？追いかけるか。正体を暴いてやる。戦場谷でも足がもつれてたな。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。息のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。クロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネビトに襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の。一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。何の音だ？一番手は誰だ？さあ、早く地平堂を入る。待たせたな。
クロードだと偽っておったのか。敬意の証です。何を、なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい、酒井様。猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら、損がない。好きにしろ、自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では壱岐のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです、万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして壱岐なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、壱岐についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。壱岐に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。壱岐に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の津のドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくちゃならないんですよ。独者に話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているという独者には会っておきたい。あの馬はどうした？ミオは
百戦の方として預けてあります。無事だといいけど。毒蛇は叔父上から追われておるみ、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところ。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを百戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、毒蛇はあっしらのような男を嫌うんです。というと？だから、業の者。おかしいです。いや、とにかく毒蛇を怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。明日だ、息のクロードだ。毒蛇に会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。明日が食べん。金はどうした。お主が博多の角毒蛇か。ケンジ、こいつは誰だ。友です。酒井仁様。酒井。父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。ふん。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何のようだ。ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。千金を望むなら人とせほど待つことになるぞ。俺は構わない。まことか。今払ってもよい。欲しくないか。猛虎から逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は大田家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああ、そうだ。猛虎に読み解かれでもしたら、鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああ、お安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。